加藤123は、将棋騎士。渡辺エンターテインメント所属。実力性6人目の名人。県持松寺九段門下。騎士番号は64。2017年6月20日に現役を引退した。福岡県釜市出身。同志の名誉市民。仙台白百合女子大学客員教授。君党は朝日小でしょう。 戦前生まれの名人経験者としては、最後の存命者である。神武以来の天才、一分将棋の神様の異名を持つ。2018年12月27日、大井競馬場での、皮膚民と、高見明王の東京大賞、のりひろ予想の収録にて最高齢現役、2017年6月20日引退、最高齢勝利、最高齢対局、現役金属年数。 通算対局数、通算敗戦数は、歴代1位であり、1950年代、1960年代、1970年代、1980年代、1990年代、2000年代の、各年代で、順位戦最高峰永久に在籍したことがある、唯一の騎士である。14歳7ヶ月で、 当時の史上最年少騎士、史上初の中学生騎士となった。順位戦デビューから A 級まで4年連続でのストレート昇級を果たし、最年少 A 級昇級記録を保持している。藤井聡太が更新した記録の多くは、加藤がかつて有していた記録である。しかし藤井も、加藤の18歳3ヶ月で A 級昇級の最年少記録については、 プロデビューの時点で更新不可能であった。加藤は2016年10月にプロデビュー直後の藤井と対談したが、加藤がそのことを話すと、藤井はその場で指を折って、年数を数えてから頷いたとのこと。19世紀、20世紀、21世紀の3つの世紀に、生まれた騎士と公式戦で対局した、史上唯一の騎士でもある。また、加藤の引退時点において、 加藤自らを除く、すべての実力生命人と対局経験がある。大山安春15世名人、中原誠16世名人、米長国尾衛星規制を相手に、それぞれ100回以上対局している。1940年1月1日、福岡県加古国稲月村で生まれた。カトリック信者であり、1986年に、ローマ教皇庁から聖シルベストロ。 強行騎手団勲章を受章している。四十法章。鎌市名誉市民。極日小受章。京都府立木津高等学校卒業、早稲田大学、第二文学部中退。百二十三という名前の由来は、一月一日に生まれた三男。青年騎士時代、他の騎士からの愛称は、百二十三の一日ナムピン三であり。 加藤はこの愛称を気に入っていた。中年時代のあだ名は、ベア。2017年現在、幅広い層から、皮膚民の愛称で親しまれている。また自身の洗礼名にちなんだ、パウロ先生という愛称もある。中学3年生で騎士になり、学校を頻繁に休まざるを得なかった加藤に、授業のノートを届けてくれた、中学校の同級生の女子を妻に迎えた。 結婚したのは、1960年1月15日、同い年である二人の成人式の当日のことであった。ナコードは、加藤と厚い信頼関係にあった、増田光造が務めた。加藤は、最後の対局では、最初に妻に礼を言いたく感想戦もなく、場を後にして帰宅した。引退に際しての記者会見では、長年にわたって私と共に魂を燃やし、 共に歩んでくれた妻に深い感謝の気持ちを表したい、と語り、妻への謝意を表した。将棋界でも、有数のクラシック2として知られる。加藤は、将棋界において、かなりの健嘩家として知られており、また、対局時の食事やおやつのエピソードが多い。現役裁判年の70代になっても変わらず、退職官であった。このような食生活のため肥満体系であり、 2016年現在でも体重が1 0 0ラムを超えているという。そのため、ダイエットの必要性を意識しているが、エアロバイクに耐荷重オーバーで乗れないといった問題があり、なかなか実行に移せないと語っている。加藤は1970年12月25日に、下井草カトリック協会で洗礼を受けた。洗礼名はパウロ。翌1971年10月に、 バチカンで行われたマキシミリアのコルベの劣腹式に参列しており、さらに1982年10月10日にはコルベの劣勢式にも参列し、彼の出身地、ポーランドも訪れた。1986年には、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世から聖シルベストロ、教皇騎手団勲章を授与される。後に、湾岸戦争が起こると、 有事の際には馬に乗って駆けつけなければならないと、将棋観戦記者である東公平に冗談を述べており、騎士と騎士に引っ掛ける冗談も多い。事町の聖イグナチオ教会では、同教会で挙式するカップルを対象とした、結婚講座の講師を夫人と共に務めている。2018年に35年目を迎えた。また、 自身の異名の一つである、一分将棋の神様について、キリスト教徒として、神様という言葉は重要なものだとし、この呼ばれ方を嫌っている。代わりに、達人もしくは、名手と呼んでほしいと語っている。肩書き、タイトルはいずれも当時、1940年1月1日、福岡県加古郡稲月村で生まれた。加藤と将棋の出会いは、幼稚園の頃に、 近所の子供が刺しているのを見て覚えたことだという。しかし、この時はすぐに、周りの子供たちに上昇するようになり、飽きて将棋から離れてしまった。その後、小学4年生の時に、新聞に載っていた将棋の観戦記と詰将棋に、感銘を受け、再び将棋を指し始めた。加藤は特別な将棋の勉強や修行をしたことは、なかったと述べ、それでもこの頃の気力は、 天書団くらいだったという。1951年9月、南口重和門下として産休で、関西奨励会に入った。この時の入会試験官を務めた、奨励会員は、有吉道夫であり、加藤は勝利した。この入会の経緯について、田丸昇によれば、小学6年生の夏休みに、京都の親類を父と共に訪ねた加藤が、 京都の将棋大会に参加し、審判長を務めていた南口の指導対局を受け、2枚落ちで2連勝し、加藤の記載に簡単した南口から騎士を目指すよう進められたからだという。そして南口の内弟子となり、南口の自宅がある京都府相良郡木津町にて高校を卒業するまで過ごした。奨励会時代の加藤は、当時の機械のトップ騎士の一人であった。 マスダ構造に誘われ、関西本部にて、よく将棋を指した。加藤によれば、マスダとの出会いはまだ奨励会に入る前、連盟の関西本部で、板谷ヤ・シロに、非境地で、指導対局を受けていた折に、偶然通りかかったマスダに、記載を見出されてからだという。この時、小一時間ほども、加藤と板谷の対局を見続けたマスダは最後に、この子、ボンならずと漏らしたと、 加藤は述べている。このマスダとの対局は平手勝マスダが自分の研究主をぶつけるほどでトップ騎士が奨励会員を相手にするには異例の態度であったが加藤の方も簡単には負けなかったという。後年の加藤はマスダ球団は私が小学生の時に出会ってから修正、私に目をかけてくれた。有益な助言も数知れない。と解雇している。 加藤が4段に昇段する半年ほど前に、関西奨励会に6級で入会した内藤邦夫は2018年に当時のことを振り返り、今から思えば、この時にすでに加藤が A 級8段に近い気力があったような気がしたと述べている。4段昇段時の加藤1954年8月1日付で4段に昇段し、 当時の史上最年少騎士、史上初の中学生騎士となった。加藤の最年少騎士記録は、2016年に14歳、2ヶ月で4段に昇段した、藤井聡太が更新するまで、62年にわたり維持された。なお、加藤によれば、自身がプロ入りした時の反響はさほどではなかったという。8月1日付であったが、順位戦については、 同年度6月から始まっていた第9期順位戦に途中より C 級2組で参加した。この年の C 級2組はかなり変則的であり、途中より東組と西組で組み分けされ、加藤は斜めの西組に属して12回戦を戦った。11月2日のうねびよ吉六段戦で最年少勝利を挙げるなど、11勝1敗の好成績で、 C 級一組昇級を決め、1955年4月1日付で15歳、3ヶ月による最年少五段昇段を果たした。続けて、C 級一組を10勝3敗、B 級二組を9勝2敗、B 級一組を10勝2敗でいずれも一気抜けし、1958年4月1日付で18歳、3ヶ月での永久八段となる異業を成し遂げた。 人務以来の天才と呼ばれ、朝日新聞の天聖人語でも取り上げられるなど、大きな反響があった。当時の商談規定は、順位戦のみだったこともあり、これは、順位戦の各昇級と、各商談のいずれも当時の最年少記録を、次々と塗り替えていく結果も意味していた。順位戦以外のタイトル棋戦や、一般棋戦での活躍も顕著であり、 1955年11月22日には、当時始まった新人期戦である第1回6、5、4段戦で優勝し、15歳10ヶ月で最年少期戦優勝記録を樹立した。また、1956年度には16歳で王将戦リーグ入りし、1957年1月24日には、 高松の宮城争奪選手権戦で優勝して、新人棋戦を除く公式棋戦の最年少、優勝記録17歳0ヶ月を受立した。こうした、最年少記録は、戦術した62年後の2016年に4段となった、藤井聡太が登場するまで脅かされることすらなく、4段、昇段、初勝利、一般棋戦優勝。 全騎士参加期戦優勝と藤井に更新されてしまったものもあるが、王将戦リーグ入りや参加時期のズレによる順位戦の各記録は破られていない。永久初年度となった第13期順位戦は4勝5敗の負け越しで8位という成績であったが、2年目の第14期は6勝2敗で名人挑戦権を得た。20歳3ヶ月の挑戦は、 た岐戦のタイトル初挑戦も含め、当時の最年少記録であり、2020年現在においても、名人挑戦は最年少記録を維持している。名人挑戦権を獲得する、少し前の1960年2月1日には、朝日新聞長官の新聞漫画、サザエさんで、活躍する、若者の代表として、力士の大砲後期とともに、 将棋の加藤八段として言及された。しかし、第19期名人戦七番勝負は1勝4敗で、大山康春名人に敗れた。新進気鋭の天才として、若くして、トップ騎士となったものの、タイトル獲得には、時間がかかった。1960年代は、上期の名人戦を皮切りに、タイトル戦に7回登場したが、相手はいずれも退散であった。 当時は、大戦の前世紀であり、毎年全部ないしは、ほとんどのタイトルを大賛が占めていた。しかし、6度目のタイトル挑戦となった1968年度の第7期10段戦において、大戦10段をフルセットの接戦の末に破り、プロ15年目、29歳で、ついに初のタイトル獲得を果たした。 7回目は、その防衛戦であり、大戦の挑戦を受ける形となったが2回の、戦日手を含む2勝4敗で、出刊した。1970年代から1982年に、かけては、一転して、中原誠との対決の時代となる。この期間、タイトル戦に14回登場したがそのうち、中原との対決は9回にも上った。 最初の対決は1973年度の名人戦であり、前年に13年にわたって君臨していた大戦から、名人位を獲得した中原に挑む形であった。しかしストレート負けを喫し、以降、中原には十段戦において、第15期、第16期と連続で挑んだが、いずれも退けられた。一方、棋用戦においては1976年度に、 大内信之から二度目のタイトルを獲得し、翌1977年度に中原の挑戦を受けるが、今度は逆にストレートで防衛を果たした。これは、当時五冠で、起用を獲得すれば、全六冠達成がかかっていた中原を阻む快挙でも、あった。続く1978年度では、王将戦でも、中原からタイトルを獲得し、二冠を達成した。 しかし、防衛は、両方を果たせず、清は米長に、王将は、大戦に奪取され、二冠は、わずかな期間であった。その後は、1980年度に、中原より十段を奪還し、翌年度は、米長の挑戦を受けたが防衛を果たす。この期間は、タイトル戦は、防衛を含んで十九期に及んだが、もっぱら上期の通り大戦と中原に阻まれる形で、 獲得タイトルは6期に止まった。一方で、一般棋戦での活躍は目覚ましく、特に NHK 杯将棋トーナメントでは6度の優勝を果たした。また、1973年には、当時の連盟会長であった加藤二郎の提案により、球団昇格規定が見直され、新制度の規定に基づき、運用が開始された11月3日付で、中原誠、 二上達也、丸田雄三と共に球団に昇格した。1982年度順位戦 A 級において8勝1敗の成績で3度目の名人挑戦権を得た。相手は第27期での初対決以来、一度も名人位を質感することがなかった9連覇中の中原であった。 この勝負は、4勝3敗1持ち将棋、2000日手という、実質10番勝負の熱戦となり、初挑戦から22年、42歳で、念願の名人位を獲得した。また、十段と合わせ2度目の二冠制覇でもあった。同年度の十段戦は挑戦者となった中原に敗れ、これが中原との最後のタイトル戦となった。トータルでは、 中原とは9回のタイトル戦の中で4回獲得しており、結果としては前世紀の中原に対して大前線をした形となった。翌年度の名人戦の相手は、かつての加藤と同じく20歳で名人挑戦者となった谷川浩二であった。立場を変えて、かつての大戦のように挑戦者の最年少記録を、 はもうとする形となったが、勝負は二勝四敗で敗れ、谷川は最年少名人記録を達成した。その後は、1984年度の第25期王位戦で、当時の若手実力者であった、高橋道夫から生涯8つ目となるタイトルを、奪取するが、翌年に、高橋に奪還された。以降は、タイトル戦に登場することはなく、通算24期登場。 内ち獲得合計8期となった。一般棋戦においては、前世紀ほどではなかったものの、1990年の早指し将棋選手権においては50歳にして3度目の優勝を、1993年度の NHK 杯では54歳で7度目の優勝を果たした。なお、この優勝により、10歳代から50歳代まで、 各10年ごと、また同時に1950年代から1990年代の各年代で一般期戦優勝を達成したことになった。また、1989年8月21日には、大戦に次いで史上二人目の通算戦勝を達成した。上記の経歴の通り、加藤は順位戦に第9期から参加し、4年連続で、 ストレート昇級して、第13期から18歳という史上最年少で、永久に在籍した。これ以来、途中何度か、B1 に落ちながらも、第60期に62歳2ヶ月で陥落するまで、永久通算36期の記録を達成した。これは、通算数、最年長記録ともに、現役永久のまま死去した、第1 0 0の通算44期、69歳4ヶ月に、 次ぐ記録である。途中陥落があったために、連続としての最高は19期であり、これは一度も陥落することがなかった。中原や米長、また谷川には及ばなかったが、生涯4回の永久復帰のうち、第16期、第21期、第23期は、B1 から1期での帰り咲きであり、第51期の復帰は一般に、騎士のピークが過ぎたと言われる十三歳での、 達成であった。一方で、名人挑戦は、生涯に3度だけであり、最初は、永久在籍2年目の、第14期にして果たすが獲得に至らず、その後は13年ぶりの第27期にて、挑戦するが中原名人に阻まれた。そして第40期、42歳で3度目の挑戦権を得て、再び、中原名人に挑み、獲得した。 工述のように六十二歳での永久観楽以降は、第六十三期 B 級二組、第六十八期 C 級一組、第七十三期 C 級二組とだんだんと、高級し続けていったが、フリークラス宣言や引退はしなかった。途中では全敗する後もあったが、最終期となった第七十五期は一生9敗であり、順位戦での最後の対局は、上村渡る。最後の勝利局は、 同期第3局の八代渡るであった。順位戦においては、上記の通り、第51期に53歳で、A 級に復帰した後も、これを維持し、2000年には、A 級在籍のまま還暦を迎えた。間もなく花村元次の記録を抑えて、大戦の記録に次ぐ、A 級年長記録を達成した。翌2001年には、史上3人目の通算1200勝を達成した。 騎士会においては、自身が九段商談後の戦勝を達成したことを示し、段位としての十段の新設を提案した。また、1988年度に十段戦を発展解消する形で始まった、竜王戦においては、第一期から第四期まで一組に在籍した。その後、一組に復帰することはなかったが、 第10期では昇級者決定戦で3組から2組への昇級を決め、その後2期維持した。しかし、決勝トーナメントへの出場は一度も果たせなかった。第60期順位戦にて62歳2ヶ月で B 級1組への高級が決まる。B 級1組は2期在籍したが、第62期にさらに B 級2組へ高級した。これまでの名人経験者は、 B 級一組以上の在籍を維持したままの引退、現役死去、フリークラス宣言の事例のみであったが、加藤はこのまま順位戦に止まり、規定により引退するまで指し続けることを宣言した。実際、加藤は口述のように、C 級二組で高級点三つを取り、第75期にて規定により引退するまで順位戦を指し続けた。このため、名人経験者による B 級二組、 C 級一組、C 級二組参加及び、C に陥落に伴う規定による引退は加藤が、史上初であった。2007年8月22日、朝日杯将棋オープン戦予選で、都編と四段との対局において、史上初の通算戦敗を記録する。一見、不名誉な記録にも見えるが、一杯すれば、そこで終わってしまうトーナメント戦が多い将棋の、 公式戦において負け数が多いということは、加藤のキャリアの長さも、去ることながら、タイトル戦の番勝負や挑戦者決定リーグ戦に、数多く登場したことを意味する。なお、本人はテレビでこの話題に触れられた際、150曲くらいは、逆転負けでしたと述べている。また、同日時点での通算敗数の史上には、有吉道夫球団の955敗であり、 その後、有吉も通算千敗を記録した。一方では、勝ち星も着実に集め、2011年11月1日、史上3人目の1300勝を達成した。2012年7月26日には、通算勝数歴代2位の中原誠に並ぶ1308勝を達成し、翌年2月15日での王将戦一時予選。 対、藤森哲也四段戦での勝利によって公式戦、通算成績が1309勝となり、歴代単独2位となった。一方、3月12日の順位戦 C 級一組10回戦において、安倍健次郎に敗北し、通算千1 0 0敗を記録した。順位戦においては、C 級一組に在籍した第69期、第70期では、高級展開費のみならず、 70歳を過ぎて5勝5敗で差し分けるといった活躍を見せたが、翌71期は順位戦で初めて全敗した。翌72期も全敗は免れたものの1勝9敗という成績で C 級2組への高級が決まった。2014年4月74歳3ヶ月の加藤は1954年の順位戦登場以来59期60年ぶりに C 級二組を迎えた。同組では、規定によって高級点が3つになると引退が決定となるが、言い換えればこのまま現役を続ける限り、3期連続で高級点を取っても最低でも77歳3ヶ月で引退することになり、丸田雄三が持つ現役最年長記録77歳0ヶ月を更新する可能性が出てきた。ここからは、 各種の最年長記録や年齢差対決、また、その長いキャリアによって生じた、新記録が、メディアに注目されるようになっていく。2015年3月11日の起用戦、予選3回戦で、マスダ・博と対局し勝利する。75歳の加藤との年齢差58歳は、年長岸士側から見た、史上最多年齢差勝利となった。しかし、 この後の岡崎洋六段戦から連敗を喫し、第74期順位戦全敗や2016年度全敗を含む公式戦23連敗となった。永久経験者の年度全敗は2013年の田丸昇る九段以来であった。2016年12月24日の竜王戦6組の初戦では加藤が持っていた史上最年少記録を62年ぶりに更新し、 14歳2ヶ月でプロ騎士となった藤井聡太のデビュー戦の相手となった。これは公式戦で最も離れた年齢差の対局となった。また、藤井は初の21世紀生まれプロ騎士であったため、19世紀、20世紀、21世紀の3つの世紀に生まれた騎士と公式戦で対局した記録を達成した。 2014年の時点で19世紀生まれの騎士との対局経験がある現役騎士は加藤のみであったためこの記録は今後も加藤が唯一のものとなる2017年1月3日に丸田祐三が持っていた最年長現役騎士記録を1月12日に同じく丸田が持っていた最年長対局記録をさらに1月20日には 最年長勝利記録をそれぞれ77歳0ヶ月で更新した。一方で、順位戦はすでに高級点が2つついており、今期に高級点がつけば引退が決まっていた。3回戦で、八代渡るに勝利したものの、他の対局で敗戦が続き、8回戦終了時点で1勝7敗の成績であった。この時点で、加藤が高級点を回避できる条件は、 残りの2曲を加藤が連勝し、同時点で2勝しかしていない騎士のうち7人が全敗をすることだった。1月19日、当該7人の1人である竹内優吾が佐藤真一に勝利したことで、高級展開非常権を満たせなくなり、フリークラス規定による加藤の引退が確定した。引退が決定した翌日の1月20日の 第88期規制戦2次予選、対、飯島栄治戦では、結果としては、現役最後となる勝ち星を挙げ、大きな注目を集めた。これによって、戦術の通りマルタが持っていた、最年長勝利記録を更新した。この対局について、飯島はツイッターで、今日の加藤ひふみ球団戦は完敗でした。と述べ、形勢不明の場面で出た。 加藤の名手について記した。また、この勝利によって、帰省戦時戦は、佐藤天彦名人と当たることになり、現役の名人と引退直前の騎士が対局する、極めて稀な事態が起こった。この対局は、自分自身を除く、木村義雄以来の実力性全名人経験者との対戦ともなった。現役最後の対局は2017年6月20日の、 第30期竜王戦6組昇級者決定戦での対高野悟史戦となり、これに敗れ、加藤はこの日をもって現役引退となった。通算成績は1324勝1180敗。現役最年長記録77歳5ヶ月を受立。加藤は事前に連名を通じて各報道機関に、この日は記者会見はしない。 後日に行うと通知していた。実際の対局では投了する。少し前にタクシーを呼んでおき、また、感染記者に、感想戦はしない旨を伝え、投了すると集まっていた。報道陣には、無言のまま直ちに帰宅した。後に辞書において、加藤は長年にわたり、苦楽を共にした妻に直接、引退のことを告げるのを最優先したかったと述べている。 報道陣が集まっていたが、加藤は無言であった。その後、加藤は自身のツイッターで、将棋界を支える、スポンサー、将棋ファンに直接に語りかけた。10歳の時新聞の感染期に触れ将棋の本質を悟った、私が天職である将棋に、最善の環境の中、生涯をかけ全身全霊を傾け打ち込むことが、できましたのは、 ご支援賜りました。スポンサー、将棋ファンすべての皆様お一人お一人のおかげに他、なりません。幸せな騎士人生をありがとうございました。加藤ひ文、なお、加藤はまだ気力、体力ともに衰えておらず、公式戦対局への情熱も失っていなかったといい、将棋界の制度による引退は仕方がなかった。もしそうした制度がなければずっと戦い続けていただろう。 と述べている。また、名人に就いたこともある自分が、その35年後に C 級二組にまで下がり、規定で引退することになるまで現役を続けたのは、77歳で C 級二組に在籍していても、名人以外のタイトルは獲得できることに、大きな可能性を感じていた。騎士の世界では最後までチャンスがあるのだ、と述べている。6月30日に、 東京、将棋会館で引退に際しての記者会見を行った。記者会見に参加した報道機関は40社100名に及んだ。62年10ヶ月の間の通算対局数は2505局に及ぶが、球場、不先輩は一度もなかった。また、1954年8月1日に4段となってから、 2017年6月20日に引退するまでの現役金属年数は歴代1位である。これは最年少プロ入りかつ最年長引退によって生じたために圧倒的な記録であり、例えば他に70歳を超えて現役であった騎士に内藤国夫や有吉道夫がいるが60年にも届かない。また、加藤以前の最年長記録者であった丸太は、 兵役によるブランクで1946年に27歳で四段入りした、経歴のため、ちょうど50年だった。小学生と対局する加藤ひふみ九段2017年6月23日に、仙台白百合女子大学客員教授に就任。加藤の次女が、同大学の教員という縁があった。客員教授としての初仕事は、同年10月29日。 同大学の学園祭での私の学生時代をテーマとするトークショーであった。2017年7月1日に渡辺エンターテインメントとマネジメント契約を結んだ。引退する5年ほど前からバラエティ番組に出演していたが、引退後はメディア出演が増えている。地上波テレビへの出演に加え、インターネットの配信やイベントへの出演も多い。 ツイッターで頻繁に情報を発信している。2017年11月2日に、胆石性急性胆の応援と診断され、同日に手術を受けた。半世紀にわたる、騎士人生を通して被写等を貫き、数々の定石の発展に貢献してきた。また、某銀を代表として良いと思った戦型はひたすら、採用し続ける傾向にあり、 勝率が高い流行りの戦法があっても自身の切りを重視し採用しないことが多かった。特に棒銀を好み、加藤棒銀と呼ばれるほどその採用率は高かった。相手の島飛車への対抗策としてアナグマが一般的に採用されていた時期でも変わらず棒銀で挑み続けていた。また、角代わりの将棋においても棒銀を採用する傾向にあった。また、 防銀以外には、矢倉三七銀先鋒や、中飛車に対する、袖飛車からの急戦は、加藤流と呼ばれ、多くの騎士が採用している。大振り飛車戦においては特に、大山安春との戦いの経験を生かして作り上げた、拒飛車船囲い急戦の各種の定石において、加藤の総案が多い。対イ未飛車破りの急戦も、加藤の総案した仕掛けが多い。 基本的に振り飛車には、急戦で立ち向かうが、1980年に E、飛車アナグマを、主に対大,大戦戦で数局ほど採用したことがある。ひねり飛車や、横ふどり 33K のような空中戦も、得意としており、後者は一時期後手番でも採用したことがある。さらにその後は、後手伝いでは、ヤクラ中飛車を多用した。銀に見られるように駒の中では、 銀賞が好きだと述べ、理由として、鋭角的でどんどん前に出るから、うまくいけば良くなるからだという。また、その様を会社で例えれば、改革で業績を拡大するイメージがあるとして、銀は、営業部長と評している。常に、最善手を探すタイプのため、兆候を厭わなかった。この兆候のために、終盤は持ち時間がなくなり、秒読みに追い込まれることが多かったが、 そこからが、また強く、一分将棋の神様と呼ばれ、早座式戦の名手でもあった。しかし本人はクリスチャンなので、一分将棋の達人と呼ばれたいと語っている。長考の有名なエピソードの一つが1968年の第7期縦断戦第4局におけるもので、二日目の初手において、前日の大戦の封じ手に対して、1時間55分の長考をした。 大戦の封じ手は自明であり、実際に加藤の予想通りのものであったが、1日目夜の中断時間中に5時間検討し、その上でさらに2時間近くの大長考をしたものであった。この手は最前手であり、最終的に加藤が勝利した。早座式戦においては、NHK 杯戦で、羽生義晴、大山康春に次いで、歴代3位の優勝7回を誇る。 他の早座式戦でも多くの優勝を重ねた。長考や、それに伴う病読みを恐れない姿勢は60を超えても、変わらず、川口敏彦は、下記のように表した。何事にも例外はあるもので、年老いても病読みになるのを恐れず、病を読まれて謝ることの少ない人がいる。加藤一文で、この人こそ、天才の中の天才である。パッと浮かんだ手が常に、 最前手で、だから30秒、40秒、50秒、とせき立てられても慌ってない。すでに指す手を決めてあるから。川口俊彦、一方で、中原誠は、加藤さんが、一分将棋の神様、秒読みに、強いとは言っても、随分、手を間違えている。むしろ、一分将棋、秒読みに強いと感じさせるのは、ハブ世代だ。と述べており、 加藤自身も時間配分の失敗により、敗局した者は百局をくだらないと述べている。大戦前世紀時代の機械の第一人者の一人で、百局近く、加藤と公式戦を指し、規制戦五番勝負での対局もある。二上達也は、下記のように、加藤を表した。百人を超す騎士と対局したが、天才と言い切れる騎士は加藤一文九段ただ一人で、ある。 読みが広く深く、かつ正確であった。対局後の感想戦では、こちらの手順まで、あらゆる変化をしっかり読み切っている。加藤さんの読み筋から抜け出せないものがあった。私は、後年、18歳のハブヨシ五段と対局したが、18歳の加藤さんはハブに勝りこそすれ、決して劣りはしない。二神達也、騎士、一般に不利になりかねない。 特定の戦法に固執したことについて、羽生善治は、下記のように、加藤を表した。作戦が立てやすいことは立てやすいが、100%同じ、戦法で来るとなると不気味でもある。一つの戦法を突き詰めていくのも一つの生き方だし、一局一局が、確実に次への知識になる。悪いことばかりでもないようだが。 作戦が読まれて、相手の研究にはまる、危険性を考えると現実にそういう人は、ほとんどいない。だが、加藤先生は、全然恐れておられないようだ。ハブヨシハル、ハブヨシハル後期の支店小学館文庫加藤は、奨励会入り以降、南口茂十九段門下であったが、南口が1995年に死去した後の1998年に、 将棋連盟に申し出て、博士持ち二28段門下となった。現在では公式に、加藤の師匠は博士持ちとなっている。加藤はこの理由について、私が奨励会に入る時の指定関係は、親が勝手に決めた名目上のことで、私は師匠から一切世話にならなかった。 私の指定関係は無効であるにもかかわらず、あたかも関係があったかのように扱われて、不名誉な思いをしてきた。また妻や妻の親戚の人たちに長年にわたり、不名誉で不快な思いをさせてきた。と述べている。一方の博士持ちは、加藤と以前から懇意にしており、また、博士持ちの師匠である荒牧さんの球団と、家族ぐるみの付き合いであった。なお、 はかしちの方が、加藤より6歳年上ではあるが、四段商談は、加藤の方が2年早く、騎士としては、弟子が師匠より先輩となっている。この一件に関して、川口俊彦は、日本が、まだ貧しかった、昭和20、30年代の将棋界では、師匠がない弟子の移植中の面倒を見るのは大変な、ことであり、ない弟子が稼いだ。 稽古料を師匠が召し上げるのが当たり前であったが、このことに不満を持った騎士も多かったのは事実と述べている。しかし、同時に、加工は南口がない弟子の加藤をあまりにも大事にするので、逆に南口の家族が不平を言っていたという相話を伝え、加藤が南口に恨みを持つような経緯があったとは考えにくい、と評する。実際、南口の人柄に関しては、 特にネガティブな逸話はなく、むしろ逆に弟子の森信夫が、村山清を弟子にしようとして、当時の関西機械の実力者であったナダレンテラシ球団と対立した時に秒針を押して仲裁したという彼の人柄を示すエピソードがある。2008年12月、加藤は自宅マンションそばで野良猫を餌付けしたため、 風呂を撒き散らされるなどの被害を受けたとして、マンションの他の住人や管理組合から、餌やり中止と医者料など、約645万円の賠償を求める訴訟を起こされた。2010年5月13日、東京地裁立川支部は、マンション敷地内での餌付けを中止すること、医者料204万円を支払うことを加藤に命じる判決を出した。なお、 判決によると、加藤の餌付けによって一時は18匹にまで増えた、野良猫は、加藤が野良猫に、不妊手術、虚勢手術を受けさせたことで、4匹にまで減少していた。判決当初、加藤は、猫に長く生きてもらいたいと思ってした、行動なのに、理解できないと語り、控訴する意思を示したが、後日、判決文を読み直してみると、 私の取り組みが一定の評価されており大きな不満はないとして控訴を断念した。またい車両は払うことになるが敷地外での餌やりは続けていきたいとも述べている。このトラブルがメディアで報道されていた期間中に行われた騎士総会においては対局時の態度でしばしば対立した神谷博士がわざわざやってきて、 猫への餌やりの件、いろいろ報道されていますが、私は、加藤先生を支持しますという胸のことを述べ、励ましてくれたという。他の騎士との比較は、タイトル獲得記録、将棋のタイトル在位者一覧を、参照名人、A 級から36期30局以上指した騎士との、勝敗を以下に示す。大戦、中原、米長の3人は、加藤の最大のライバルでもあった。 中原との対局数は、タイトル戦での持ち将棋一局を含む、他ゲスト出演多数、ありがとうございます。